ぱり王家の装備がないと力が出ません。壁を押しても殴ってもびくともしませんよ。私こんなに非力だったんですね。大量のカロリーを消費する代わりに私に無敵の戦闘力を与えてくれる王家の装備、その特性は敵に知られてるみたいであっさり没収されちゃいました。カロリーを消費しなくなってお腹が空かなくなったのはいいんですけど、これじゃあお腹ペコペコのペコリーヌちゃんっていうあだ名がふさわしくない感じですね。無力で自分では何もできないお姫様に客戻りです。いつも退屈を持て余して窓から人々の暮らしを羨ましく思いながら眺めてたあの頃のユースティアナに、うん、あれ蝶々が飛んでる。どこから入り込んだんですか。ここは窓もない完全に閉鎖された王宮の地下監獄なのに。下がりなさい。え、今のは誰の声。まさか蝶々が喋ったんですか。だから下がりなさい。そこにうずくまっていられると邪魔ですから。え、よくわからないけどわかりました。ちょっと壁際に下がります。よろしい。素直で助かりますよ、ユースティアナ・フォン・アストライア。ううん、今はペコリーヌと呼ばれているんでしたっけ。立場を失い流浪の身となった運命にもてあそばれた悲劇のプリンセス、あなたに用があります。牢獄の囚人を監視する刑務官が交代のために一時的に姿を消す短い間だけですが、私とおしゃべりでもしませんか。ふん、この姿だとどうやら驚きや戸惑いが勝ってしまって会話にもならないようですね。では仕方ありません、礼儀としてこちらも素顔を見せましょうか。蝶々が魔法。まあそのようなものです。奇跡と呼ばれるべき事象なのですけど、お初にお目にかかります、ユースティアナ様。私はメタモルレグナントのネネカと申します。あなたがどの程度我らについての知識を持っているかは不明ですが、この名前に聞き覚えはありますか。メタモルレグナント、ネネカ。あ、聞いたことがあります。あの金ピカの鎧を着込んだマサキっていう人がその名前を。あのバカとどこかで会ったのですか。はい、カクカクしかじかで、私たちセブンクラウンズだっていうあなたに会いに行ったんですけど、その先でボロボロに負傷してたマサキさんと合流したんです。生きているのですね、あれは。はい、結構な大怪我を負っていたはずなんですけど、口調だけは至って元気そうでしたよ。あなたのことをすごく心配していました。まあ、あれのことは今はどうでもよろしい。私は別に心配していませんでした。殺しても死にませんからね、あの手の単細胞生物は。ひどい言い草。でもまあ、のんきに雑談してる暇はなさそうですしね。その辺は置いといて、今はもっと大事な話をしましょうか。ネネカさん、あなたも王宮に囚われているという話は聞いていましたけど、ご無事だったんですね。それはまあ良かったです。無事ではありませんよ。今この瞬間も
私の本体はある魔法装置に動力源として接続され、生き血を絞られるような苦痛を味わい続けています。本体というと、今私の目の前にいるあなたは？これは分身です。魔法装置に接続されそうになった寸前、肉体の一部を切り離してこっそり逃がしたのですよ。ちなみに私には変身能力があります。この世に存在するありとあらゆる生物に変身できるのです。やや修練が必要ですが、様々な無機物にも変身が可能です。ゆえに私はメタモル・レグナントという二つ名で呼ばれるわけですね。その変身能力はこの分身も備えています。それにより監視の目をかいくぐり、虫や小動物、時には観葉植物の葉っぱや出入りする人間の装飾品などに変身し、人目を忍んで動いているわけです。この王宮地下監獄には強力な結界が仕掛けられており、ちょっとでも返事があれば刑務官に伝わります。各種の監視感知装置も常時起動状態です。ある程度ならば私が魔法でごまかせますが、こうして短時間のみ会話する程度のことはできても、あなたを脱獄させるような真似は難しいです。今あなたの目の前にいる私はあくまで分身、セブンクラウンズとしての権能、その全てを発揮できるわけでもありませんから。話に聞く限り、以前ラジニカーントやクリスティーナ、他のセブンクラウンズがこの地下監獄からの脱獄を達成してしまったようですしね。そのために警備レベルも上昇しています。自力での脱出は不可能でしょう。私もいくつか策を練ってみましたが、今のところ有効な方法が見つかっていません。まったくもう全部他のセブンクラウンズのせいです。私は例外として、セブンクラウンズは普通に生きているだけで周りに迷惑をかけますね。どしがたい。あんまり説明されてもわからなかったんですけど、そのセブンクラウンズというのは何なんでしょう？私たちそれが知りたくて調べてたんですよ。セブンクラウンズとはこの世界を創造した七柱の神のようなものです。ええ、そのように理解していればよろしいでしょう。神様なんですか？何かすごく人間味がありますけど。まあ神のような権能を持つものの単なる人間ですからね。神のごとき立場で神のごとき奇跡が起こせる七人の超越者だと思ってください。私たちのことなど今はどうでもいいですしね。今はそれよりも目の前の困難を打破しましょう。私は囚われの身ながら、ある程度は分身をあちこちに派遣して情報を収集しています。ですが完全には現状を把握できていません。お手数ですが、いろいろと疑問点に答えていただけませんか？情報を保管したいのです。中世ファンタジーじみたこの世界観においても、情報こそが真の宝ですから。はあ、別にそれは構いませんけど、一人で膝を抱えてても仕方ないですし、話し相手ができただけで嬉しいですから時間もないようなので、ざっくりと概要だけ説明しますね。